ティスパートゲオアガマは、アガマカトゲオアガマ族に分類されるトカゲ。エジプト、スーダン、チャドモーリタニア、モロッコアルジェリア、マリ共和国最大全長37.6センチメートル。胴体中央部の列になった背面のウロコの数は187から227。総排泄口全部にある小さい穴の開いたウロコと、 大体部にある小さい穴の開いた鱗の総数は22から36。尾長は東道町の56から66%。尾にある、棘状鱗の数は16から21。オスの体色は黒く、背面に黄色い虫食い状の反紋が入る。メスの体色は、淡かし色。最大野種。体列鱗数は164から231。 前高校と大体校の総数は26から34。女川、東道町の60から67%。特期間の数は19から21。体色は黒く、5から6本の白や黄色の横縞が入る。最大全長38.3センチメートル。体列うろこ数は177から224。前高校と大体校の総数は22から34。 お長は、東道町の61から69%。突起間の数は16から20。オスは、全身の体色が黒いが、背面に黄色い目上半が密集する個体もいる。メスの体色は、暗褐色。砂漠や、荒野などの環境に生息する。地表性で深い横穴を掘り、日中に暑さが厳しくなると、穴の中へ逃げ込む。中高で、夜間は、 穴の中で休み寒さをしのぐ。食生は植物食で植物の葉、花、果実、種子などを食べる。幼体は昆虫類を食べるが成長に伴いほぼ完全な植物食になる。繁殖形態は乱生。生息地では食用とされている。食用やペット用の乱獲などにより生息数は減少している。ペット用として飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。主にアシュマリトゲオアガマの野生個体が流通し、ターシュの流通は稀。日本国内でも多くはないものの飼育か繁殖例がある。低面積を重視した大型のテラリウムで飼育される。スポットライトなどで局所的な熱源を設け、昼間に点灯し温度を上げる。温度、紫外線要求量ともに多く、ケージを大きくすることで温度に差をつけて、 熱死を防ぐ目的もある。野生では深い横穴を掘るため、深さのあるケージに大量に砂や国土を入れるが、ブロックや土を敷き詰めた容器をケージ内に設置し、隠れがとする。ありがとうございます。